茨城県で農業やってる山田幸太郎と言います。私もまだ就農5年目で分からないことだらけなんですけれども、自然の力を生かした農業をぜひ皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。今のところ順調にいってますね。今はまだ栄養成長といって、まだ体を大きくすることに重点を置いている時期です。でこの後穂が作られる時期になると、その次の代を残すための成長に変わっていくんですけれども、今ここの株と株の間を45センチと45センチ ×45 センチで田植えをしました。で稲が持っている能力を最大限に発揮させるっていうことで、この広い株間上間で植えています。1本抜いてみたんですけれども、これが1粒の種からできた苗を、6月半ば頃植えてちょうど2ヶ月ぐらい経った頃ですかね。でちょっと今茎の数を数えてみますが、今これ数えたら75本に枝分かれ分結っていうんですけど、分結してますね。でこれは今までの中でもかなりいい方です。